はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、アリーナ上で、行われたスタンダードの大会で優勝しましたジャンドミッドレンジということで、はい、結構ね、新カードいい感じで入ってるんで、まだ使ってないやつがね、まずはこいつからやっていこうかなと思います。まあ、産業のタイタンとかをギックスの残虐でリアにしたり、まあ、あとこのウィンドグレイスの魂で、まあ、土地を使ってアドを稼いでいくと。まあ、ややで、あとは、これは2ドローの方を優先して使うのかな。まあ、トークン出したり、はい、まあ、いろいろ動きがありそうなデッキですね。はい。基本的には個人的にこのね、ラトスタイン王が入ってるのはなんかちょっとテクニカルなイメージがあるんですけど。はい、まあ相変わらず強いなと、鏡ありの具はこいつだけはきっちり4枚入ってますね。さあ、それじゃあね、早速ちょっと回してみましょう。まだちょっと初見なんで使い方が。ちょっとわからんですけど、まあやっていきます。はい、プレイ。さあ、土地はまあでもいい感じじゃないでしょうか。はい、7枚でキープ。ダメランがね、思ったよりなんかダメージ食らうんですよねこれがどうなのか。あと、このややとね、ウィンドグレイスの魂がね、どの程度活躍してくれるのか、ちょっとまだ使い勝手が全然わからないんで。さあ、収穫し。赤黒緑。同じですか？そうか、収穫者もね、処理できるのは非常に強いところですよね。電圧のうねり。まあ、相変わらず侵入者強いなという感じですね。さあ、ブロックはしません。これはでももう拒否でいいか。先に殴ってから考えよう。そのうねり。わかんないけど、まあとりあえずこっちいらんか。さあ、ラトスタインを。
草ターン終了。何もしてこない。とりあえず殴ります。さあ、やや出して、さあ2枚追放。さあ収穫者出していきます。まあ、向こうも虐殺事件とかはね入ってるでしょうし、結構除去が多い感じですかね。まあ、とりあえず今の動きだったら虐殺事件は今はなさそうですけど、なんとかやや戻ってきてほしいところですね。あ、戻ってきた。はい、対戦ありがとうございました。まあキープしましょうか。ちょっと微妙な気もするけど、次土地引かないとちょっとしんどいかな。できれば森。まあ殴っていきましょう。土建や森持ってこれるっけ。持ってこれるか。さあ収穫者、もう少しちょっと土地が伸びてほしいところですね。ただ次6点殴れたらかなりでかいけどね。おお、まあ、とりあえず殴りに行こう。さあアタック。さあさらに監督署で沼。さあキリンの教え。ホワイトは何だ。白黒青緑。ターン終了。ハントデッキか。さあこれで全部揃いましたね。いや違うのか、これが揃ってないか。あと白がないね。さあもう一回殴らせてもらえるのかな。土地が欲しい。電圧のうねりで焼いときましょう。少しでもライフ削りたい。
さあ、アタック。さあ、力戦が来た。強いね。あと6点。どうだろうね、クリーチャー出した方がいいような気もするんだけど。何もなかったらこれで勝ちではあるけど、それは甘いね。とりあえずでも殴れだね。キッカーされてんのか、これは。キッカーされてますね、はい。ライブラリの一番下に戻った。さあ、ギックスの残虐。先にこっちでもよかったかもね。避妊が飛んできた。相手の反動ちょっと見たかったけどね。さあ、悩んでますね。もう母セイジで破壊してきた。まだ何かあるってことですよね。まあね。さあ、殴っていきます。さあ、アタック。
応ちょっとハンド見せていただきましょう。ターン終了。捨てたカードが出てきた。確かあれ、あった。6マナいけますよね、これ。さあ、作業場の船長を出して殴っていく。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、収穫者出してターン終了。どっちでもダメージ的には一緒か。あれを焼いて、焼くっていう選択肢はないか。ターン終了。まあ、普通にブロックでいいかも。さあ、ターン終了。さあ、切り崩し。お相手が敵止まっちゃってる間にさっさと展開したい。母聖樹来ましたね。さあ、ギックスの残虐。嫌だね、これ。嫌だけど、もうこれ捨てるしかない。
ちょっと待てよ待てよ待てよ、何だ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 、何持ってくる。産業のタイタン持ってくる、持ってくる、ちょっと待って、4マナ、難しいぞ。ちょっと待って待って待って。さあ作業場の戦地を出して。こっちも出します。さあここでもう一回リリアナ使ってくれたら嬉しいんだけど、使ってはこないね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ジャンドミッドレンジということで、まあちょっとね、初めてだったんでかなりぎこちなかったですけど、なんかこういろいろ絡み合ってて面白かったですね。はい、まあこの居留戦争がね、ちょっとまだいまいち使い方がよく分かんなかったけども、まあ、あと、キリンの教えもちょっと多分デッキの理解が全然足りてなかったね。ギックスの残虐はまあシンプルに強いね。はい、まあそんな感じで、テクニカルなねデッキ好きな方はぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。